はい、皆さんこんにちは、ゆずなです。こんにちは。もう秋仕様みたいな感じでネイルもね、変えたんです。バーン、茶色っぽいキャメルみたいな、茶色ベージュみたいな感じにしました。今日の服とマッチしてます。はい、ということでですね、今日は何にしようかなということなんですけども、あのね、前にお悩み相談してほしいっていうのがあったので、インスタで悩める方のお悩みを募集いたしましたところ、たくさんのね、お悩みが届きまして、それを今日は答えていこうかなと思います。じゃあまず、今までバイトとかを大切にしたい気持ちと新しいに挑戦したい気持ちのギャップに悩みます。めちゃくちゃわかります。今私もそうかも。まあ私はこれからもアーティストっていうのを自分の軸にしていきたいなと思ってるんですけど、まあ今まではね、グループでやってて、で、まあソロでやるってなって、で、その今までグループの時活動してた自分らしさっていうものを応援しようと思ってくださった人がいて、だからそういう自分も大切にしたいけど、でもやっぱりこうソロってなると、こう新しいものも見せていきたいし、見せなきゃいけないし、それを見てまた好きになってくれる人が増えたらいいなと思うけど、それを見た時に今までと違うなって思われたらっていうか、なんて言うんだろう、なんか今までのゆずなちゃんと違うっていう風になっちゃったら、なんかどうしよう、嫌だなとかっていうのはすごく考える。やっぱりこう今までやってきたものはこう培ってきて、それは必ずしも次に新しく挑戦する時にも、この子だったらバイトとかって言ってるから、まあ、全然違う職種とか業種だったとしても培ってきたものでこうやっててよかったなとか、ためになることは絶対にあると思うので、私は、まあ、新しい方にチャレンジする気持ちがあるのであれば、もうそっちにも全力振った方がいいなって思います。まあ今までやってきたことも大事だなと思うことは継続したりとかすればいいと思うんですけど、まあ、挑戦する気持ちは本当に何より大事だと思うので、そっちを優先した方がいいなと思います。1年前に別れた色々最低な元彼を思い出してしまいます。最高な元彼より最低な元彼を思い出してしまうのは絶対に当たり前だと思う。だって嫌なことをされたことの方が思い出してるってよく言うじゃないですか。そういうのと同じで思い出してしまうから、でも絶対戻りたいとは思わないですよね、そこのあなた。そうだからいいんですよ、思い出すの、思い出して、思い出すことは全然悪いことじゃないし当たり前だからいいんですよ。それで思い出す自分は責めないであげてください。社会人として初めてお仕事をするってなった時、ゆずさんはどんな感じでしたか？気がつけばその社会人っていうのに入っていた中学生時代だったので、しっかり社会人として仕事をするっていう感覚になったのは、お世話になってた事務所を退社してやっていくっていう時に、やっとなんかこう社会人として生きていくためにはお金も稼がなきゃいけないし、でも自分のやりたいこともあるしっていう、そのぶつかるところに立ったのはその時なんですけど、なんか本当に大変だなって思いました。生きるって自分がやりたくないなとかって思ってることでも生きていくためにはやらなきゃいけなかったりとか、本当に大変です。だからどんな感じだったかなって言われると、本当にとにかく大変だったって感じです。今22歳なんだけど、結婚が考えられない彼氏とは早めに別れた方がいいのかな。早めに結婚したいっていう願望があるのであればやめた方がいいなと思います。私だったら22歳で結婚したいなと思うんだったら、まあ多分 2,3 年は付き合いたいなって考えると、もう今から本当に結婚を考えられる彼氏を探そうかなって思うかな。はい、次。彼氏の女癖がすごくて毎日不安になります。ゆずは海太くんと付き合ってる時不安とかありましたか？不安とかありましたかってすんごいよく聞かれるんですけど、今はもう本当にないかな。最初の方はあったけど、ないかな。そういうなんか男女間の不安ってよりも、連絡が取れなかったりとか、なんかそういう心配の方が、心配とか不安の方が大きかったので、ちゃんと連絡はしてっていう風にはしてました。私は正直なんか知らなくていいことは知りたくないし、知らなくていいと思ってるから、ちょっと怪しいなと思っても携帯を見るとかね、なんかそうやってするとなんか自分が負けな気がするし、見ても絶対得しないから、そういうことはしないし、だから疑いもしないけど、もう本当になんか確実な証拠っていうか、そういう話を聞いたりとかしたら言うし怒るけど、基本は別にそんな深掘りはしないので、自分がねもう損するだけ、なんかそういう気持ちになるのが嫌なので、気にしないようにしてたら気にしなくなりました。これおもろい。彼氏いるかとか、好きな人いないか割と定期的に聞いてくる男の心理何？やっぱキープ笑って来てる。
多分あれじゃない、自分はあなたのことを気になってますよ、思ってますよって伝えたいんだけど、付き合ってほしいとかっていう風に自分から言えないし、なんかちょっと気にかけてますよって言っといて、そっちから言ってほしいみたいな感じなんじゃない、わかんないけど。それか自分って言ってほしいかでね、好きな人いないのって聞いた時に。ゆずの仕事へのモチベはどうやって上げてますか。私の悩みでもあるかな、どうやってモチベ上げてますか。今はもう結構産後でもあるし、やっぱ一人ってなるとこうね、あんまなかなかね、今までみたいにじゃあはいポン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 ってお仕事があるわけではないので、お仕事お持ちしておりますって感じなんですよ。だからこう何でもやりますって、やらせてもらいますって感じなので、来たお仕事はそう、もう喜んで受けてるので、なんかそういうこうちょくちょくいただけるお仕事があって、それがモチベにつながってるかなって感じです。ぜひお仕事お待ちしております。何でもお待ちしております。辞める辞めないの判断基準って何ですか。難しいね。私はもうこれ以上自分にできることもないし、やれることもないなって思ったら辞めちゃいます。何でもそうかも。まあこうやってソロになったのも、こう今までねずっとグループとしてやってきたのがあって、そこでやらせてもらってたのはそのグループがあったからであって、グループがあったからやっぱそこにありがたい環境にいてやらせてもらえることをいっぱいやってきたわけで、だからそれがこうなくなったってなって、こう自分にもうやれることはないというか、今まあ年齢も年齢だし、こうやっぱもう一大人として社会人として一人でやっていきたい、学びたいっていうのが強かったので、グループもないし自分が一人でやっていくってなるのであれば、もうやっぱもうこう一から学べる環境に自分をね追い込むのが大事だなと思うので、私はもう退社させてもらうっていうのを選んだんですけど、私はもう自分にできることはないな、ここでやれることはないなとかと思ったらもう次に移るっていう感じにしてます。コミュ力を上げたいです。人とうまく関わるにはどのようなことを努力したらいいでしょうか。ほんと最近思ったんですけど、気づいたんですけど、こう人に興味を持つこと、例えばほんと簡単に言うと、なんか朝ごはん何食べましたとか、お昼何食べるんですかとか、なんかそういう感じ、その方に興味を持つとか、こう自分がこう好きなものとかをこう聞くっていうのが大事だなと思います。そしたらおのずとねコミュニケーション取れます、多分楽に。橋夢妊婦です。看護師1年目でつわりも辛くて仕事も覚えることいっぱい、乗り越えるコツは、わー大変。お仕事とか、まあ、体もねほんと辛いと思うから、ちょっとあの自分のリラックス時間とかも何も考えない時間っていうのを作ってあげた方がいいと思います。1日に絶対とか、無理やりにでも休む、考えないとか、もう無瞑想みたいな、みたいな時間を1日に絶対1回は最低でも作った方がいいと思います。で、あとはもう自分を肯定してあげる、本当にこんな頑張ってて偉い、お腹にもうね大事な大事なね、もう一個のね命、心臓がドク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 してて2個あるんです。すごくないですか、普通に考えると。それを抱えてて、なおかつ仕事もして覚えることいっぱい、自分を本当に頑張ってる、偉い偉いって、絶対自分で自分を認めてあげてください。こちらも妊婦さん、予定日まであと2週間の妊婦です。毎日ビクビクでどうやってリラックスしてましたか。私もそうだったんですけど、予定日を過ぎたんですね。予定日に間近になってお印来たりとかした、もうすぐもうすぐって思ってたんですけど、意外になんかそんな構えてた方が来ないなって思ったので、マリア様になった気持ちで、いつでもいいんだよって、いつでもいいんだよってもう毎日してましたし、あとストレッチするといいと思います。そしたらね多分だいぶリラックスできるかなと思います。彼氏が内緒で本番あり風俗行ってたら、どんな罰を与えるべき。私だったら GPS つけるかな。てかなんかね、なんか自分がそういうことをしたんだっていうのをこう分からせるためにじゃないけど、もう全部言葉にさせるかも。何したのって、最初どうだったの、最初何が入ったのとか、え、じゃあそれ終わってさ、どうすんのとか、どうなんのみたいなとかも全部話させるかな。ゆずなちゃんと同級生ベビーを子育て中です。どうやって息抜きやリフレッシュしてますか。やっぱ友達に会うことが一番かな。友達に会ったりとか、たまにねこう晩ご飯食べに行ったりとか、もう会ってこう喋るっていうことをしてます。大事です、息抜き。本当に息抜きしてくださいね。はい、こちら18歳なのですが、アイドルのオーディションを受けるか悩んでます。周りの人に夢の見過ぎだと言われそうで怖いです。ゆずなちゃんならどうしますか。絶対に受ける。アイドルってなると年齢が本当に限られるので、18歳ってもう今が本当に超プリプリの時だから、もう絶対にチャレンジした方がいいし、何があるかわからないし、もしそのオーディションがダメでも、もうそこの時にハマらなかったっていうのだけで、やっぱ自分の夢を諦めることは絶対しないと、しないでほしいし、やっぱまたその次にチャンスが絶対来ると思うから、もう
とにかく絶対にチャレンジした方がいいと思います。夢の見すぎって、夢って自分の夢を他人に語られるものではないと思うので、もう周りの意見をどうこう気にせず本当にチャレンジしてみてください。保育園どこ入れてあげようか悩んでます。めっちゃわかる。私も来年ちょっと引っ越そうかなっていうのもいろいろ今話してて考えてるので、それにもよるからまだちゃんと探しきれてもないんですけど、保育園の話聞けば聞くほどむずすぎてよくわかんないから本当にどうしようか、私も正直めっちゃ悩んでます。まあでも周りのね、ママさんとか口コミとかやっぱ私は大事にするかな。でもそういう口コミとか人気なんですけどね。絶対に結婚前に同棲はする派ですか、しなくてもいい派ですか、悩んでます。私はしな同棲はしてなかったんですね、あの結婚する前に。まあ私の家に仕事がある日とか泊まったりとかしてたので、なんかまあほぼっていうか、なんかまあ行ったり来たりだったんですけど、結婚してから同棲でもよかったかな。まあでも3年ぐらい付き合ってたので、お互いのこと分かりきった上だったので、まあ絶対そういう家事とかあんまそういうの得意じゃないししないだろうなっていうのも分かってたので、その期間に多分逆に結婚してるからこそもうできなくて、もう家族だからしょうがないなって感じだけど、付き合ってるとイライラしてただろうから、私は結婚前にしなくてよかったなっていう派でした。まあ、人によるよね本当にね。11月から4年お付き合いしている彼と同棲ですが、自炊ができるかとても不安です。一緒にやろうっていう感じでやればいいと思います。やっぱ今はねクックパッドとか、私も今でもクックパッドめちゃくちゃ見てるので、そういうの通りに一回まずその通りにやってみる、そっからこうなんかいろいろこういうの足してみたら美味しそうだなっていうのが多分分かってくるから、なんか最初は本当にその通りに作ったら絶対できるから、こう余裕のある時に作り置きもできるから、こう練習がてら始めてみたらいいと思います。そんなにあの気負いせずにやればいいと思います。これ面白い。魔法使いになりたいですっていう悩みなのかこれは。私もなりたい、なれるなら。これすごい。初めてのデートで緊張しすぎてお酒を飲みすぎてしまいました。今後どう接すればいいと思いますか。これ結構な悩みだね。もう一回お酒飲みに行った方がいいと思う。一回それで、まあ、ちゃんとこのそれを反省してあんま飲みすぎないようにとかっていうのを気をつけると、あ、緊張してたんだなって多分絶対相手もわかるから、もう一回お酒飲みに行ったらいいと思います。そういうのも可愛いって思ってくれる人だったらもう絶対1億万パーセント成功すると思うので、もう一回飲みに行った方がいいと思う。好きな人に映画誘われたんですけど、二人きりじゃ緊張して多分溶けます、どうしましょう。だっていいなそういうの。なんかでも映画ってやっぱ喋んないからそこまで緊張しなくていいと思うの。こう見てる時はこう集中するからさ。でもなんかさ、そういうともう溶けそうにまで緊張しちゃうってなるとさ、もう見てる時内容入ってこないだろうね絶対。大丈夫、絶対楽しいから、楽しんで。緊張すらも、そんな緊張とかもね、だんだん合ってたりとかするとなくなってくるから、その緊張ってめちゃくちゃ貴重だから楽しんでください。これは結構難しいけど、同性愛者ということを自覚したけどそんな自分を受け入れられなくて辛い、どうしたらいいかな。寝ちゃったのですいません、ちょっと近づいて小声でいきます。私だったらまず友達に言ってそれを話して聞いて、こう話すことによって多分ね自分もこう整理もついてくると思うので、一人でうんってこうならずに、周りを頼って考えすぎずに辛くならずに幸せになってくれたらいいなと思います。2ヶ月の女の子ママです。ミルク140飲んでも2時間半から3時間しか寝てくれない。寝させるコツ、私だったらもうちょっとミルクの量を増やしてみるとかかな。うちのベビーマイルはちょっと吐き戻しが多いので、結構ミルクの量をいろいろ調節したりとか、まあ、あと時間を調節して間隔とかをで、こう1日の摂取量をなるべく増やしてこう月齢に合わせてってやってるんですけど、3時間しか寝てくれない、起きちゃうってことはもうちょっと増やしてもいいのかなって思いました。ミルクだったらね。悩むことが多くて私は生きててもいいのかなって毎日思ってます。ゆずちゃんは悩んだ時どうしますか。私もありました、そういう時期。本当にどうやって乗り越えてたんだろうな。まあでも周りと一番比べないことかな。一日一日できることとかやることとかをこう淡々とやってました。もう周りは気にせずに、もう別に何でもいい、部屋の片付けしようとか服の整理しようとかっていうのを毎日毎日一日一日やって、あ、今日も終わった、明日も生きれるかな、頑張れるかな、寝よう、でまた次の日起きて、あ、今日はこれしよう、朝から散歩に行こうとかなんかうんってやってました。一日一日過ごしてたら、あ、自分ってまだ頑張れるじゃんって思えるようになりました。夫に求められるのが嫌です。レスの夫婦ってもうダメなのでしょうか。なんで嫌なのかを考えた方が良さそう。なんか自分そういう気持ちじゃないんだったら、なんか
2人で出かけてみるとか、普段から接しててそういう感じに見れないのか、わかんないの、まだその領域に達してないからなんか何とも言えないんですけど、そうやってなってくのかな、だんだん。はい、次。彼氏のことが好きかわからなくなった時ってどうしたらいいですか？これもなんかでもさっきのと似てる気がする。そういう時は好きになった理由を思い出すかな。その時の自分の気持ちとかを思い出すかも。相手がどうこうってよりかは。それかまあ一旦違う男の人を見てみるとか、別にそれは浮気じゃないと思うの。で、例えば普通にご飯行ったりとかカフェしたりとかしてこう話したりとか聞いたりとかするかな、私だったら。で、それでやっぱなんで一緒にいるのかとかを考えるかも。なんでこの人と私は一緒にいるんだろうって考えた時に見つかるんじゃないかの理由が。そしたらなんかまた、あ、私にはこの人なんだなって思うかもしんないし、やっぱ違うなって思ったらもうお別れするかもしんないしって感じだと思う。とても真摯な男性が女性との関係を友達ではないと言い切るのってどんな心理だと思いますか？まあ、女性のことを完全にこう性の対象として見てるってことなんじゃないのかな。まあそういう人の方が逆に紳士だったりするのかもね。友達っていうとさ、なんかそういうのも全くないっていうことは、なんかその女性としての魅力を感じてないって意味だと思ってるのかもね、友達っていうのは。でも友達じゃないってことはもうそういうこうなんだろう、女性としてしっかり見てるってことなんじゃないのかな。そういうのをこう見てるからこそ真摯になれるのかもしれない、その人は。本当に誠実なる男の人の特徴は、優しくて信頼していた彼に浮気され人間不信になりました。なんか優しい人ほど浮気してたりとかするよね。なんかそれ大体こう自分がなんかちょっと気が引けるようなことをしてる時って人間ってやっぱ優しくなるし、なんか勝手にこう罪滅ぼしみたいな感じで優しくしたりとかするのかなって思うから、優しすぎる人ってなんかあんま信用できないのかなって思うから、だからやっぱ多少なりとも厳しかったりとかそういうのがちょっとある方が信用できるのかなって思った。はい、高1でダンスやってます。最近レッスンでも全然納得する踊りができなくてダンスやめ時か悩んでます。高校1年生でしょ、まだ伸びしろがあると思います。なんかそういう納得する踊りができないって思う時ってほんと伸びる、ぐんって伸びる前の直前の兆候だと思うんですよ、経験的に。だからそういう時は大体私はもう自分は踊らずにインプットすることを心がけてました。自分が好きなアーティストとかのライブ映像見たりとか、好きなダンサーさんのやつ見たりとか、そういうインプットってしてやってました。だからインプットするってことが大事だと思います。私はそうします。はい、旦那に冗談でもブスとかデブとか産後老けたとか言われるの辛いです、可愛い子見てやみます。それひどい。だってさ、そんなさ、もうほんと人生最大の大一番の大舞台を終えたら、それ疲労感もやばいし、疲労困憊だし、それってデブじゃないと思うの、私的に。だってそんだけ頑張ったんだからさ、何も我慢したくないじゃん。って思うから、それは本当にひどいと思う。私だったらひどいって言う、本当に。命がけで、あなたの子を産んだんですけど、ひどくないですかって思うから、私はもうそんなん言われたらもう腹立っちゃうから、我慢はしたくないけど、言われないようにもう絶対見返してやるって思うかも。今までは意識してなかったんだけど、LINE の返信待ってしまうの。これって、てんてんてん。それは好きですね。考える時点で好きです、それは。以前ゆずがツイッターに書いてたことすごく共感できて、その時ちょうど友達との人間関係悩んでいて、うまく言えないのですが、私も悪いところがあり反省したのですが、なんか前のように戻れている、感じが、とてもじゃないけどしなくて、LINE の返信も違ったりとか、一度ちゃんと話して距離取って、もうそろそろいいだろうと思って、毎年行ってる海に誘ったら、気まずくなったら嫌だから、と言われてしまいました。私が本音を言った時は、そんなに考えてたの？私はちょっと距離置けばいいや、くらいだったんだけど、って言われてしまったのに、なんで気まずさ感じてるんだろうと思いながら、私もは、うんとしか返すことができず、うんとだけ返したのですが、その3日後にいきなり LINE 来たり、ご飯に誘われたり、ご飯に行った時も他の子の悪口言ったりしてて、確かに悪口言うこともわかるけど、それだけの人って都合よく使われている気がして嫌いになれたら楽なことわかってるのに、一番近くにいた友達だからこそその子だけはどれだけ嫌なことされても嫌いになれなくて、他にもいろいろ重なってしまい余計に重く考えてしまいます。どうしましょう。すごいね。私だったらちょっともう合わないかな。それに合わせてる自分
にもだんだん嫌になってくる気がするかも。みんなで会う分にはいいかもしれないけど、そういうことを思ったらもう2人では会ったりしないかな。だからその距離を置くっていう選択をした一回ね、そういう選択したあなたは間違ってないと思います。本当に人間関係ってやっぱり自分がいる環境とかによって変わるし、まあ、それが変わらない、ずっと変わらないのは本当にもうマジ親友なんだと思うんですけど、やっぱ経験するとさ、心も成長するし、そうすると多分同じこう成長度合いというか、同じところにいる人たちとこうまた出会ったり仲良くなったりとかってするから、あーもうこの子とはそのタイミングがずれちゃったんだなと思って、私はもう合わないかな、距離を取ると思います。恋愛しないまま高校生活終わりそうで悩んでるラスト JK です。どうしたら高校恋って始まりますか？私は基本めちゃくちゃ恋愛体質だったので、あの人かっこいい、あの人かっこいい、あの人かっこいいみたいなえ、こうやってされたんだけどめっちゃ、え、ドキ、みたいなのが本当にすごく多かったので、そういうなんかこう一個一個に、別に冗談でもね、なんかそう本当に別に全部一個一個が本気じゃないんですけど、冗談でもとかみたいな感じで思ってたから、お付き合いするとか彼氏とか、なんか喧嘩したらどうしようとか、こうそういう難しいことは考えずに、え、あの人かっこいいとか、え、こういうのされてたらやばいとか、 LINE しててこうやって言われたんだけど、え？みたいな、なんかこうそういうちょっと勘違いすることも楽しいみたいなのを楽しんでれば、なんかそれが恋とか愛に発展するか、まあ置いといて楽しくなると思います。そうすると楽しかったです、実際気が弱くて些細なことですぐ泣いてしまいます。わかる、それはめちゃくちゃわかる。うん、まあ落ち込む時はとことん落ち込みたいタイプなんで、私はそれは別になんか悪くないな、泣くことも悪くないし、泣ける方が逆にストレス発散とかこう浄化できる、流せるから、すごくいいことなんだなって最近思いました。素直に泣ける人は絶対泣いて浄化した方がいいと思います。7ヶ月のパパなんですが、お風呂入れるとき泣かれます。旦那さんはどうですか？でもこれ本当あのベベちゃんによるんじゃないかなと思います。お風呂嫌いな子とか水が怖い子とかいるし、でベビマルはでもなんかその歌歌ったりとかよりかは、なんかこうやってこう動いたりとか、なんか動き、ダンス動いてる方がめちゃくちゃ笑うんですよ。だからお風呂入ってる時、洗ってる時とか、こう首だけでこうやってやったりとかやってます。で旦那も、まあ基本旦那がお風呂担当で、旦那も本当に動きが激しいので、洗ってる時にもうなんかうわーみたいな、なんか白目やったりとかまあでも楽しい時間っていう風に思ってもらえるように、泣いちゃうとこっちも焦るからね、なんかあーみたいになっちゃうと思うんですけど、いかにおおらかにこう楽しくできるかだと思います。はい、次。私は束縛されるのが苦手なんですけど、彼氏は束縛してくるので悩んでます。どうしたらいいですか？もうこれはどうじゃないことがいいと思う。なんか一回でもその言われたことを聞いちゃうと、え、あの時俺の言うこと聞いたのになんで今回はこうなの、じゃあ俺よりそっちが大事なのとかっていう風になっちゃうから、私はこれは譲れないし、そこをこう制限されたくはないっていう風なのをちゃんとこう提示していかないと、うん、自分はこういう人間だっていうのを多分分かってもらわないといけないと思うので、多分まあそのすり合わせがね大変だと思うんですけど、もう無視していくとかじゃなくて、あ、じゃあ連絡、ちゃんと連絡、まめに連絡するとか、なんか何時には帰ってく、帰るって言ったら絶対帰るとか、まあそういう決め事とかをまあ最低ラインこう組むとかっていう風にしたらいいと思います。丸々従ってると絶対良くないと思います。痩せたいのに痩せない、有酸素しても筋肉で太くなる、どうしたらいいでしょうか？めっちゃ一緒です。私もマッサージとストレッチが一番いいと思います。だから最近私もよくやってるんですけど、こういうローラーみたいなのがあるんですけど、これを床に置いてこの上に乗ってこう足をゴロゴロしたりとか、ほぐすのを大事にした方がいいと思います。筋肉太りはやっぱほぐしてほぐして柔らかくしてするといいと思います。スキピとライン続かない、しつこいって思われそうで怖い、だって可愛いわかる。でも私も待てないタイプだったので、そういうラインとかだからもうめっちゃしつこく何回も送ってたので超しつこかったと思います。書いたは今はもう全く全然 LINE 返してくんないですけど、付き合ってる時とかはもうめちゃくちゃ LINE 返してくれてたので、自分がしつこいってなる風にはなんなかったし、その返信待つっていうのもなんか何々仕事行ってくるとか終わったとかって連絡くれてたからあれなんですけど、私そういうのがなかったら絶対しつこ超送っちゃうと思う。なんかしつこいって思われてもいいと思う、しょうがないじゃんね、好きだから。2回目の復縁願望ありってどう思いますか？全然いいと思います。私も書いたとは実は
で結構もう付き合ったり別れたりみたいな、なんていうんだろう、なんかもう一回がっつりお別れした期間とかもあるけど、本当になんかもうよく喧嘩してもういいもうわー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 みたいな学生みたいなことをやってたので、何回でもいいと思います。お別れして分かることもあるし、でもそれでもやっぱこうつながり続けてるってことは絶対意味があると思うから、それでもつながってるっていうことに対して相手にどう思うのかとかっていう気持ち次第で、相手も戻りたいっていう気持ちがあるんだったら戻ってもいいと思います。まあね、他にもいっぱい来てたんですけど、でも被ってる感じのもあったので、まあ、割とね結構まあ結婚夫婦生活、あー友達とか人間関係仕事とか、まあいろいろね答えたんですけど、本当はもっと本当深掘りして、どういうなんでそういう状況になっちゃったのとか聞きたいんですけど、あの機会があったらぜひ教えてください。はい。まあ私なりに、はい、お答えさせていただきました。まあ全部が全部正解とは言わないと思うし、私もまだ別にそんな25年しか生きてないので、そんな経験値も浅いし、全部が全部同じ経験をしたわけではないので、もうあくまでも参考程度に、皆さんの今の悩みのちょっと気持ちが楽になるなみたいな感じになればいいなと思ってお答えさせていただきました。またね、お悩み相談室とかあれば、また皆さんよかったらいっぱい悩み相談でもインスタの DM などでも全然日頃から受け付けておりますのでまあでもファンクラブの方とかではそのメッセージ機能とか一日の DM の方でたまに返信させてもらったりしてるので、ぜひ興味があったら返信させていただくので、そっちの方でもメッセージもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんたくさんのねお悩みお便りありがとうございました。皆さん今回も動画を見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。